はい、どうも、たネです。ということで、今日は2本目になるのかなちょっと深夜深い時間で申し訳ございませんけれども、まあね、桜さんを待ってる人にはちょうどいい、心つぶ節の動画になるかなと思うんですが、にしてもさ、急にまた寒くなってきてるんですよね。土日あんな暖かかったのにな、って、鹿児島はですけど、うん、思う、今日この頃ですけれども、本当体調管理には皆さん気をつけてください。えー、ね、まとのちゃんもバックスライブ今日はちょっとお休みということで、えー、まあ、無理がされないでね、しっかりと、 休休める時は休む、ね、本当はね頑張りたかった悔しい思いもするかもしれないでもこの悔しさが次につながると信じたいものでございますけれども、えー、今日はですね、えー、昨日、まあ、正確に言うと今日なんですけどもうん、ねえー、昨日の深夜に発表されました桜、えー、坂46が初8枚目シングル「いくつの頃に戻りたいのか」の 発表選抜発表が行われました。まあこれに、ねえー、ついてはリアルタイムでね生配信をしておりまして、えー、同時300人ぐらい視聴していただいてたのかな。本当にねたくさんの方コメントいただきながらいろいろと終わった後も話しましてまあでもあの時は正直なこと言うとこ熱量がね こう発表されて直後だったんでこう熱量が上がってもあることないこと好き勝手に喋ってたりするもんですから一回ねちょっと寝かして落ち着いた状態で改めて今回のフォーメーションどういう意味があってどういう意図を感じるのかでここから先この今回の楽曲がどういうふうになっていくのかっていうことをちょっとお話してみようかなと思っておりますえまずはねフォーメーションを確認してみましょうドンということでえ今回は14名でのフォーメーションと いいうことでございます、えー、去年、ね、年明け一発目だった桜月が13名でのフォーメーションだったのに対して1人多い14名ということで、まあ、あ言ってしまえばですねこうやっぱりこうグループの中心を担うメンバーというかあーを重点的に集めましたよというところもありながら新しい風も入れていくというところだと思います。えー、前回のですね承認欲求がが、まあ、人数が そう考えると多かったといえばそれまでなのかもしれませんけれどもえ16名でのフォーメーションここから2人減ったという位置づけでいいのかなと思いますでえ承認欲求からまあ今回え人数として減った分はあるんですけれどもそこの中でもまあ選抜のない外に移動があったといったところかなと思いますね 改めてセンターとしましては山崎てんちゃんね。えー、てんちゃんがセンターを務めます、えー。ソロでのセンターとしては、サミダレオ以降初ということですね。前回がサミダレオということで。その後にまあダブルセンターとしてね、摩擦係数ありましたけれども、まあそれ以来のセンターということでございますけれども、まあ、今回の楽曲のタイトルがですね、いくつの頃に戻りたいのかと。 いうところでございまして、まあてんちゃん、今2期生として、まあ、活動をしております。加入期は中学校1年生、えー、で、現在高校を卒業するといったところからも、おそらく今回の曲、卒業曲なんじゃないかなというところが、大方の予想のような気がいたします。えー、学生の頃を彷彿とさせるのか、まあ特にですね、この今年の卒業する、高校を卒業する学生さんたちっていうのは、本当にこの中学校、高校をほぼコロナで うんなんか満足にできなかったところもたくさんあったような学年なんですよね。そうした中でこう活動してる天ちゃんにもそこは重なるのかなと。なんか。 過去に戻ってやりたかったことをやりたいなって思わせるような世代なのかもしれないななんて思うわけでございます。で、えー、もう一つはやっぱり天ちゃんといえばですね、やっぱり最初の頃、ね、ケの頃はやはり表に出ずに、ちょっと反抗的というかね、ちょっと思春期、えー、だったところから、現在ではね、もうギャルっぽさというか、もう茶々を入れてはもう天下一品な感じになってきているという、この大きな変化を、えー、感じているからこそ、この タイトルとのなんかリンク性を感じるというかね親和、えー、性を感じるようなところでありますで、まあ、今回の、ね、シングルにおいては、えー、フロントとしててんちゃんの両サイドに、えー、るんちゃん森田ひかるさんと、えー、かりんちゃん、えー、藤吉かりんさんが入ることになりました、えーまあ、この3人といえばですねファーストシングルセカンドシングルで、えー、センターを務めた3人として、まあ、あ初期のねもう えー、フロント面と言っても過言ではないんですが、まあ、その時はですねフロントはまあセンターに1人ずつ立って両サイドを1期生が支えてくれてたと言ったところでまた違った色を見せる3人だけで並ぶのは初めてです、えー、この3人がフロントを経験してるのはスタートオーバーではやってるんですけれども3人だけで並ぶということはなかったですねそう考えると何かこう初期も感じさせながら、ねえー、今も感じさせられると 何かこう歴史を重ねた経過がこのフォーメーションに表れているような立ち位置なのかなと思っています。それから、えー、レギュラーメンバーの充実ということなんですけれども、まあ、今回ですねそのうん、6名、ラビット経験者が入ってますね、まず。えー、やはりこう、週間レギュラーを持っているメンバーというのは、世の中に対する認知度が非常に高くなります、まああ。今回の選抜メンバーの中において、 えー、ラビットメンバー6名ですね。えっ、ー、と、えー、大園さん、中島さん、井上さん、松本さん、守屋さん、田村さんと6名入ってます。えー、ラビット経験者としては、現在、えー、レギュラーをやってます、石森さんと、それから大沼さんがバックスの方に回ったっていうことになりますけれども、まあ、あそういった中でも、ね、多くのそのラビット経験者、レギュラー経験者が、えー、今回の選抜にいると。加えて、まあ、松田さんはね、THETIME の方でずっとレギュラーも持ってらっしゃる。 そしてフロントの3人はドラマ経験豊富だったりもいたしますだから3期生以外ですね今回3期生5名入ってますけれども3期生以外のメンバーにおいてはもう、えー、外仕事という部分が結構こう充実しているメンバーが多いのかなといったところを感じさせられますねまあこのことからもねグループの認知度を上げるという目的これがはっきりと出てるんじゃないかなと思います選抜人数が少ないっていうところも まあ大事なんですよねあのー、さ桜月を見てもらうと分かると思うんですけれどもやはりそのパート割りがしっかりされたりとか、えー、ソロショットが増えたりとかすることが多々ありますよねそうした時にやはりこのうん少人数かつ、えー、外仕事の多いメンバーっていうのは重要視されると思います続いてですね選抜に復帰したメンバー 今回、えー、1名いらっしゃいますね。えー、井上里奈さん、りちゃんが選抜に復帰をいたしました。えー、歌唱力が高いというところが、やはりまあ今回は重要視されるんじゃないかなと、このメンツを見たときに感じさせられます。まあ、そう考えると、楽曲的にはまあ、ダンサブルというよりは、えー、表現力を求めるといったところ、メロディーを求めるといったところなのかもしれないですね。でこ今回のね、えー、セブンスシングルバックスライブ、えー 現段階で僕はあ初日じゃない2日目かの配信は見させていただいてるんですけれどもやはり一人やっぱりバックスライブの中ではあ目を引くレベルが違ったなと感じてたところを見るとまあやっぱり選抜に入るのも妥当なのかなと思っております加えて、えー、今回初選抜のメンバーですね的のみおさんが初選抜になりました、えー、メンバー最年少からの大抜擢き3期生として初めて、えー、選抜に入ります えー本日ね、えー、バックスライブ休みました。やっぱりこう、うん、プレッシャーが多いのかもしれないです。本人の中においてはね。えー、もしかしたらその、プレッシャーでの体調を崩すということもあり得ますのでね、しっかりとね、えー、休んでいただいて、選抜の活動、まあ、選抜に入ると今度はね、音楽番組への出演っていうのが増えますので、そこでしっかりとね、えー、認知をしていただくような。 えー、パフォーマンスを見たいいなと思いますただ特徴的なのが今回、松野さんが、えー、3列目の一番端、ね、えー、下手端に来ています、えー。下手端、えー、上手端、ね、フォーメーションにおいてこの端というのはダンスに対しての重要視っていうのは非常に高いのが、まあ、これまでの桜坂の傾向、欅坂の傾向だと思います。えー 対面ね新名のポジションには松田さんがいますので、まあ、ある程度のダンススキルは求められるのかなと思いますのでそこも含めて頑張っていただきたいただし今回、まあ、その選抜メンバーのこのフォーメーションを見た時に身長の新名感というのは非常に崩れています的野さんとまつりちゃんの身長差もそうですけれどもフロントの森田さん、藤吉さんとのバランスそれから大園さん、増本さん えー、中島さん井上さんという新芽も正直そこまで、えー、新芽力は高くはないかなと思いますね2列目は新芽性は高いんですけどねまあホノスが1人高くてっていう感じではあるんですがまあそこがパフォーマンスにどう生きるかというところとまあ正直ここ数回の 桜坂のパフォーマンスにおいてはフォーメーションはあくまでもメンバーの選抜性だけであってフォーメーションが次々と変わるというところに魅力がありますのであまり意識しなくても良くなってきてるんじゃないかなという予想も立つかなと思います一方でですね、えー、選抜から外れたメンバーもいらっしゃいます、えー、井の竹本結衣さんチュケですね、えー、正直これは意外でした まあ,あー、地形はまあ変な話、外番組の経験値も高い、特にラジオであったりとか、えー、クイズ系の番組であったりとかが多かっただけに外れたというところが少し意外性はあったんですが、冷静に考えると、この曲、まあ、ここでもう発売をすることを考えると、年末がおそらく制作期間に当たってたのかなと思うとですね、やはりその時期、大学の卒論追い込みが <laughs> 非常にあった。もう大学4年生ですから、竹本さんも。 やっぱりそこの影響はどうしても出てしまったのかなとあえてそこで選抜から下げて学業の卒業に向けての最終追い込みをせざるを得なかったのかなというところはありますねなのでそれを考えるとまあ,あ意外でしたけども納得はできるのかなといったところは正直ありますで合わせてまあバックスに回ったってことになるとですね一気にまあ竹本さんがセンターのバックス局誕生が、えー、色濃くなるんではないかなと いうところは正直あるのかなとまあ本命としてねバックスのセンター本命としても、えー、ワンチャンあるような気がします実を言うとね、えー、前回のシングル承認欲求の時に選抜されてるメンバーでセンター局がない人が村井さんと竹本さんの2人だけだったんでね今回はそこがやっぱり、えー、バックス局のセンターとしてのね役割がけ結構ありえそうだなと思っております 地ン、まあ、もね、外番組、経験値多いんですけど、もう一人経験値多い中で外れたメンバー、えー、いらっしゃいますね。アキポ、大沼明穂さんが、えー、選抜からは外れました。えー、前回もちょ,っとあちょっと前にもお話をしましたけれども、まあ、彼女はどちらかといったらこう、パワフルなダンスというものをかなり強めにしていますね。現今回のバックスライブにおいても、かなり力強いダンスが意識 印象的だったような気がしますそうした時にやはり、えー、今回の楽曲とのバランスがもしかしたら合わなかった可能性はあるのかなとああのしなやかさを求めるようなダンスなのかなとちょっと思ったでしま的の3選抜というところを考えるとその可能性は非常に上がるかな加えてね、えー、メロディー重視の楽曲の可能性も非常に高いです 井上さん復帰からもそれが垣い見えたりするので、まあ、ここは今回大沼さんではないのかなという判断が運営、まあ、側にあったのかなと思いますね少し、えー、ね残念ではあるんですけれど、まあ、彼女の場合はバラエティで、ねまあ、あーでラビットも経験し加えて、うん、桜ミーツがあってそして、まあ、あ他の、ね、バラエティにもやっぱ呼びやすくはなってきてますので少しずつ階段を上って前進はしていると思いますなので ままあまあ次楽しみにしたいなとは思っているところですね。やはりまずは船を買うとこからなのかななんて思ったりもいたします。で結果的にはね選抜曲よりもダンサブルバックス曲の可能性が一気に上がったのかなとは思いますね。前回が井上さんのちょっと可愛らしい楽曲だっただけに今回はちょっとかっこいいバックス曲を期待してもいいのかなと思ったりもいたしますね。 えー、もう少しもう一つですねちょっとこうネガティブな話になってしまうのかなと思うんですけども桜坂46として初めての一期生のいない表題曲になりました、えー、これまでは誰かがまあ一期生誰かがですね入ってたわけですけども、えー、ハブスさんが卒業してそして、えー、ユイポンももうじき卒業しますミーちゃんが休養に入っている中で、えー、残ってる一、えー、期生としては 上村さん、斉藤さんがいらっしゃるんですけれども、まあ、あ、入らなかったというところです。正直僕は、まあ、けやきからのファンですので、えー、入ってほしかったという気持ちはないとは言いません。ね、ただ、これもですね、やっぱり、こう,う、後輩を、まあ、あ入れて、自分たちが支えることに重視しようとする、まあ、桜一期生のなんか雰囲気をすごく感じる部分でもあったりします。おそらく うん斉藤さんとか悔しい気持ちはすごい強いと思います。彼女だけなんですよね、まだその全員選抜以外で入ったことがな,ない1期生がね。なので、多分悔しいとは思うんですけれども、まあ、ここをね、まあ、バネに最後の最後まで諦めないでほしいなとは思ってます、えー。で、バックスメンバーの中において、今度も活動するんですけれども、やっぱりそうなってきたときにやっていただきたいのは、やっぱり3期生の育成な部分とか。 心の支えになるポジションであったりとかそういうところをさらにですね、えー、やっていただいて桜というグループの熱であったりまた欅のねイズムであったりみたいなところを継承していく時間をね今回も作っていただければ最高なのかなと思っておりますそしてね、まあ、最後にねここまあ語るかどうか悩んだところではあるんですけれども、えー、田村ほ野さんほ野すのね立ち位置なんですよね、えー 昨日の生配信の段階でも結構話題に上がった部分ではあるんです。2、えー、列目センターというところ、裏線と呼ばれる立ち位置なんですけども、この立ち位置って、まあ、あ長くファンをしているメ、ね、ファンからすると、なんか卒業という二文字がちらつき始める立ち位置だよねってよく言うんですよね。で、まあ、年齢的にもね、ほんのす98年組ということで、えー まあ、卒業する年齢にはなってきているのかなというところではあるんですが、まあ、まだまだやりたいことが残ってそうな気もしますし、まあ即卒って、即卒業ということはないんでしょうけども、うんまあ,あ、少し心配になる立ち位置な気もしますが、一方で、この2列目センターっていうのは、センター局の発表も増える可能性が高い、えー、立ち位置でもあるような気がします。だから、こう、いい意味で捉えるならばですね、 えー、ホノスがもしかしたら次のシングルであったりとか他のユニット曲のセンターであったりとかっていうところを、えー、担える可能性が高まるというところもありそうですしまあスタートオーバーなんかでもよくテンホノのね連動のパフォーマンスっていうのがよくあったりしましたので今回もテンちゃんの後ろにホノスがいることでですねそういう,うーん連動のパフォーマンスが期待できるんではないかなと思ったりもしますんでですね その辺もぜひ注目をして、見てもらいたい。ほの図には要チェックといったところなのかなと思ったりいたします。それから、まあ、前作ですね。承認欲求から残った、三3期生4人です。この4人っていうのは非常にこう、まあ、変な話。やっぱり3期生に早めに選抜経験をさせようという傾向があってもよかった中で、前作から引き続きでの、 選抜入りという4人はですね、やはりそれだけの期待値が運営にあるのかなと感じざるを得ませんね。えー、ファンの中では石森ちゃん選,選抜ありだよねとか、村山ちゃん選抜ありだよねと、バックスメンバーからの選抜入りもね、期待されてる中で、えー、そこではなく、前作からの選抜を維持した。まあ、ここはやはりその、バックスライブの時に、 こんな気がちょっとしゃべってましたけれども、その選抜組とバックス組との3期生のこの複雑な関係性みたいな部分のお話がありましたけれども、やはりそれが少し影響したのかなというところはあります。特にこう、あのフィリピンに行ったりとか政策機関にね、帯同できなかった関係で入れ替えが難しかったっていうのは正直なとこなのかなと思いますよね。で、そうした時にこう、うん、ではこの4人がね、 どういうパフォーマンスを今回のに入れてくるのかって考えたときに、非常にすごく期待値は高いのかなと思います。えー、ダンサブルなあの楽曲で、しっかりと爪痕を残した4人がですね、今回の楽曲、まあ、どういう楽曲なのかまだわかりません。水曜日にわかるんですが、そのときに、えー、どういうパフォーマンスを見せるのか。もしかしたら、えー、来年、再来年のね、えー、グループの中心メンバーとして、えー、想定できる、う ためにも連続での選抜起用だと思いますだから顔と名前をしっかりと覚えてもらうってことをですねこの4人はしっかりと心に留めて活動してもらえれば最高なのかなと思ったりもいたしますさあ長々と喋ってきましたけれどもあのー、やっぱり桜坂というグループは常に色を変えながら進化していくグループ今年入ってからもどこまで行こうかと言って さらに、えー、今回もですね、新桜坂前線と新しくやはり超えていくことを目指すグループになっているような気がします。えー、センターの天ちゃんが正月のね、えー、書き初めで書いてありました、超、えー、えるという字と勝つという字、まさにね、それがもうこの曲に詰まっている可能性が非常に高いのかなと思います。えー 去年の自分たちを超えさらに言うと今回は、ケヤキとケヤキが最後に出したシングルですね。まあ、えー、配信シングルは別にしまして、8枚目シングルと同じシングル枚数に並びました。ケヤキは8枚目黒い羊以降シングルを出さないままに改名、えー、をしましたよね。そうした中で、8枚目シングルという曲がここで出せるという幸せをかみしめながら、えー、そこを超えていくためにも、 うんまずはここでしっかりと足固め新しい色を見せるグループを作っていくんではないかなと期待をしております皆さんは今回の選抜発表どう感じたでしょうかね、えー、自分の推し面が入らなかった悔しさであったりとか、えー、逆にうん自分の、ね、推し面が選抜に入って嬉しいなっていうところもあるかもしれないけれどもやっぱりこれはですねアイドルにおいては競争社会の重要性っていうのも必ずありますでこれをじゃあ どう生かしていくかっていうのはメンバーも大事ですけれどもファンもそれをしっかりと受け止めて、えー、シングルのねこの発売期間を楽しむっていうことをしていくとグループがもっともっと前に進んでいくと思います今回のシングルでまた新しいファンも増えると思いますそうした時に、えー、僕らもともといるファンがねそれを、うん、このグループを毛嫌いしているようではいけませんのでそうならないためにもまずはしっかりとですね グループを応援できる環境づくりを皆さんもして準備をしていきましょうまずは水曜日の MV 解禁を楽しみに待ちたいと思いますそれではまた次回バイバイ